こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、暗号通貨の私の相場解説とそれから将来予測についていろいろとねお話ししたいことがあります。いろいろなんですけども、今日はね1点だけにしておきます。それは予測は変更されるってことなんですよ。で、当然ですよね。だって日々情報が変わってきて、日々値動きが変わるわけじゃないですか。じゃあ私が3年前に言ったことをこれからもずっとね初志貫徹して、一体投資って変化しなくていいんですかね。新しいアクションが起きれば新しい値動きってあるわけですよ。そして思いもしないような人が買ってしまえば値崩れも起こりますし、それから他の通貨との相関関係もあります。戦争とか政治的な介入があるかもしれませんし、それに応じて時々刻々と対応していかなくちゃいけませんよね。で、むしろですね、3年前と予測が変わらないっていうのはよっぽどの超能力者か、それとも損する人の典型でしょうね。やっぱ状況に合わせて私たちは変化していかないといけない。場合によっては今まで強く信じていたことをですね、今日この瞬間放棄して全く別のこと、反面に回らないといけないこともあるんですよ。そういうふうにして、今日まではドルが最高だと思ったけど、いや待てよと、もしかしたら元かもしれないなと、いやもしかしたら違う金かもしれないっていうふうにどんどん入れ替えていかないといけないんですよね。で、私はずっと ADA のことを本当にね強い通貨だと思ってますけども、これについてはですね、私はね全損してもいいと思ってるからなんですよ。だからもう得とか損とか関係なく、もう ADA 大好きですよって言ってもなくなってもいいよって気持ちでやってるからずっとホールドなんですよね。それこそね30年先まで持っていっても、もう決済なんてしなくていいですよ。 ADA に関しましたもう全部あげますんで ADA で使ってくださいみたいな気持ちですよね。でも利益を取りたい通貨もあるんですよ。 BTC とかイーサリアムです。これはねプロジェクトにあんまり興味がないんですよ。ただ自分の投じてる通貨が儲かるかどうかってことを判断するためにプロジェクトに関心を捨てるだけで、心底をプロジェクトに惚れてるのってのは ADA だけですね。そういう意味で言うと、儲かるからやってるだけの通貨っていうのは私はほとんど XRP もそうですしね、それからファクトムもそうです。儲かりそうだからやってるんですよ。それがなかったらもうやってられないですね。 ADA に関しましてはその方向性が好きなんで、もうプロジェクトが挫折しても全く構わないと思ってます。ただね、そう思ってると ADA に一番可能性があるんじゃないかなと思ってますね。で、私ね一度ね2020年の年末に決済するっていうふうに申し上げていました。これはねずっとね決済するという予定の通貨は決済せずに、全く関係ない通貨に関しましてはちょっとね、入れるところを変えてます。それはちょっとねここではお話できないんですけども、暗号通貨ってね本当に奥が深いですね。というのが本当にね、私たちには暗号通貨に関する情報がなさすぎるんですよ。私も情報ほとんどないです。これほどまでに情報発信していて、情報収集していてもまだまだね見えてないところが多くて、日々新しい変化とか発見にね、本当に心躍らされますね。その中で私の予想が前言ったのと違うじゃないかっていう人いると思います。それは私がたくさんの解析をしてるから、待てよと、去年考えてたのはちょっと勘違いだったかなっていうふうな修正を施してるんですよ、ね、これはね投資にとってはすごく大事なんですよ。だってねディズニーランドだって売れっぱなしかと思ったら売れない時期ってあるわけですよ。その時に手放すかどうかってことを考えないといけないですよね。最強の通貨だと思っていた円だってもしかしたらこれから分かんないですよ、ドルだってそうですよね。分かんないですよこれは、分かるって方いますかね。それともこれから自分の解説予測をね変えないっていう風な人っていますかね。むしろ変化していくこと、それに柔軟な人が生き残っていて、頑固で変化できない人とか、変化することをもう言うことでやることが違うじゃないかっていうふうな、こういう古い概念にしか見れない人って生き残っていかないと思うんですよ。私は少なくとも変化を受け入れる気持ちでいます。ですので自分の決断が次の日に翻っていること何の抵抗もないです。だって利益を取るためにやってるわけですからね。儲からないと思ったらそこから飛び降りて新しい列車に飛び乗っていかないと儲からないじゃないですか。だからそれをですねずるずると、いやいやこれはいつか値段が戻るんだっていうふうにやってるから、これはねとんでもないところまで値下がりしてロスカットってことになるわけですよ。待てよと思わないといけないですね。自分の考えていたのと違うぞと、もしかしたら見えてないところがあったんじゃないかな、もしくは考え方がおかしかったんじゃないかなっていうふうに、相場がおかしいんだっていうんじゃなくて自分の考えがおかしいんだっていうふうに持っていかないと、こう今日の相場はおかしいってそうになっちゃうんですよね。だからそこは気をつけないといけないかなと思います。
ということで今日は以上ですかね。暗号通貨に関しましては私たちは知ったかぶりしてますけども、ほとんど分かってないです。だからね、これをね論文で書いたサトシ・ナカモトっていうのはもう異次元の天才ですね。そしてそれを解析していち早くアルトコインに作り出した、そういったまあプロダクトさんはね、もうとてつもない天才ですね。もうそれが理解できてないとなかなかね1億5000万ドルとか買えないですよ。15億ドルでしたっけね。まあテスラモーターズが15億ドルとかビットコイン買ってましたけども、もう相当これ先が見えてないとね買えないですね。まさに月に行くぐらいの度胸がないとその金は投じれないです。いや、イーロン・マスクすごいですね。自動車会社を当てただけでなくって暗号通貨も支配しようとしますね。すごいですね。本日は以上です。